そう思ったならば行動するということはとても大切なことだと思います。こう組織の動員などではなく市民が集まった今日のデモ、一つの形として行動がなされたのではないかと思います。2013年12月1日日曜日18時39分です。名古屋市で行われましたヤロマイフェス、秘密の秘密はイアン、踊って秘密保護法を阻止、ヤロマイフェス、そしてデモの模様をお届けいたしました。 配信は剣坊がお届けしました。ご覧いただきました皆様、誠にありがとうございました。